ウクライナの地方行政は24の州、1つの自治共和国と2つの特別市に区画されている。また、オーブラス地はラヨンとミイストとセロに細分されており、さらにソビエート連邦時代の都市設計によって生み出された都市型集落が存在している。2015年以降、政府は地方分権を進めるため行政区画の改革を行っている。 2014年、ウクライナ騒乱が発生した。その騒乱の最中の3月17日、クリミア半島に位置するクリミア自治共和国と、セバストポリ特別市は、住民投票を実施した上で、独立宣言を行った。隣国ロシア連邦はこれを承認し、翌日の3月18日に、自国に編入した。また、 ロシア系住民が多いウクライナ東部でも、ロシア系住民が州庁を選挙、ドネツク人民共和国やハルキウ人民共和国、ルガンスク人民共和国の建国を宣言した。このうち、ハルキウ人民共和国は建国宣言の翌日に、ウクライナ側によって鎮圧されたが、現在、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国は、ドネツク州、ルハンシク州の大半を支配下に置き、 5月14日に、ノボロシア人民共和国連邦の建国を宣言。ウクライナ軍と衝突している。今回の一連の事件では、ロシアとウクライナの対立が表面化し、ロシア系住民が多い地域の治安悪化などにも、つながる結果ともなった。なお、ロシアのクリミア編入や、東部での建国宣言は、ウクライナ政府や欧米など国際社会において、認められていない。 2020年以降のライオン州の海区分として136つのライオンが設置されている。2020年7月17日、ベルホーブナラーダはライオン再編案を可決し、従来の490つのライオンは統合、廃止された。また、ライオンと同等の地域重要都市が1 8 0日、存在したが、2020年の再編の際に廃止された。136? 490ウクライナ地方文献化情報ポータル2021年1月28日閲覧ありがとうございます